ペンブルック城はイギリス、ウェールズのペンブルックシャー、ペンブルックの町にある中世の城である。城はかつてペンブルック博の居城であった。20世紀前半に大規模な修復を受け、1951年よりイギリス指定建造物一級に指定されている。1 9 9 3年、ロジャード・モンゴメリーが、 ノルマンのウェールズ侵攻により、ペンブルック側の突端の高台を要塞化した際、この地に初めて城が建設された。1世紀の後、城はリチャード1世によって12世紀のブリテンにおいて最有力者の一人となるウィリアム・マーシャルに与えられた。ウィリアムはペンブルック城を石材により改築し、今日に残る構造物の多くを構築した。 城の総面積はおよそ1ヘクタールであり、ウェールズにおける最大の城の一つである。城は、ミルフォードヘイブン水路に至るペンブルック川が湾曲し、戦略上重要となる堅固な高台上ある。この地の最初の城塞は、ノルマン人のモットベイリーにおける、モットのない、インナーベイリーであり、そこに土で作った城壁及び、木材の柵が施されていた。南から見たキープ。 牢獄島、大広間の東端1892年のペンブルック城の見取り図1189年、ペンブルック城はウィリアム・マーシャルのものとなり、ウィリアムは間もなく土時の要塞を見事なノルマンの石造りの城への転換に取り掛かった。かつては手前の内閣入り口より右手奥の牢獄島にかけて内幕壁があったキープ最初に内閣が構築され、 そこに丸屋根を備えた巨大な円筒形のキープがある。この13世紀初頭の円形キープは、高さ24.6メートルの4階建てであり、外径は約16メートル、内径約7.7メートル、基部の壁の厚さは5.8メートルとなる。その当初の2階の主室には装飾された2つの窓があり、入り口は吹き抜けの外部階段より通じていた。 3階にも2つの窓があって、内部は、螺旋階段が、各階層をつないでいた。キープの石像の丸屋根には、木造のテラスを支えるいくつかの腕木の足場の、組穴が見られる。最上部の周囲に強壁が備えられ、そこから攻撃できた。また、1階前方には、跳ね橋もあった。内角面積、約2400平方メートルの内角の、カーテンウォールは、 大きな馬蹄形の入り口を持っていた。その西周辺から東の牢獄塔にかけて、キープの前面に内閣のカーテンウォールが伸びていた。入り口の塔は2階建てであったとも言われるが、今日、それらは輪郭が残存するのみであり、1640年代に取り壊されたものと考えられる。また、入り口の西側内には、おそらく1219から1245年頃。 ウィリアム・マーシャルの息子により、礼拝堂並びに狭い西広間が追加されていた。崖沿いには薄い壁だけが必要とされたが、この壁の一部には、北側に小さな監視用タレット及び厚い壁を備えた正方形の北タレットがあった。ウィリアム・マーシャルの当初の大広間や支室など居住の建物は内閣の中にあった。この大広間はノルマン広間とも称され、 ここには1150から1170年に遡る木造の建物があったとされる。13世紀後半、ドバランス家の時代には、1280年代のウィリアム、ドバランスの新しい大広間など、追加構造物が内閣に付加された。城の下にある、ウォーガン洞窟洞窟内閣の大広間より55段の螺旋階段が設けられ、城の真下にある、 王岩洞窟として知られる約21.2メートル15.2メートルとなる大きな石灰岩の洞窟に通じている。この旧石器時代より人の痕跡のある洞窟は自然の水の侵食により形成されたもので、そこに壁が設けられ、缶抜きがかけられた入り口や矢座まで防御されていた。洞窟は川より通じており、抵抗または防御における水門として、 川に船にないし人を移送する役目を果たしていたとも考えられる。外角左右一帯のゲートハウスと外周壁の一部長側の外壁に立つ円筒ヘンリー7世の当面積約7600平方メートルの外角は1258年頃、ウィリアム・ド・バランスの時代より増広ぐが開始され、外角壁の5箇所の円筒 および大きな左右一体のゲートハウスにあるバービカンにより守られている。外壁と円筒は1260年代より築かれたもので、このうち、ジョー・マモルと家族が居住した3階建てのゲートハウスより、続く西隣にある円筒が、かつて、ヘンリー7世の生誕の地であったとも言われ、ヘンリー7世の塔と称されている。城の入り口にある、 半円形のバービカンは14世紀初頭エーマーとバランスにより追加された。また同じく外郭の北東側の聖アンナの両方と呼ばれる防壁もエーマーにより追加されたものと考えられる。ペンブルック城は大きなキープのあるノルマン様式の囲われた城であるが正確には連鎖型要塞とされ、それは13世紀後半のカーナーボーンや コンビニある城と同様、水に囲まれ、堅固な高台に建てられたことによる。これは、攻め手が狭い前方からしか攻撃し得ないことを意味する。建築的には、ペンブルック城の最も厚い壁並びにゲートハウスは、すべて陸地の町の側面に集中しており、周囲の残りの部分は湾曲するペンブルック側が、自然の防御を施している。ペンブルック城は、初期的時代には、 居住地としての取り出があった場所とも考えられ、少なくともローマ時代にローマンブリテンとして占領されていた場所に立地している。11世紀1066年のヘイスティングズの戦いの後、ウィリアム一世のいとこで信仰に携わったシュルーズベリー博のロジャード・モンゴメリーが1093年、ここに最初の木造の城を築いた。翌1094年にロジャーが亡くなると、 五人の息子の内橋氏のアーノルフド・モンゴメリーが城を引き継いだ。土時だけで築かれた、このペンブルックの城塞は、ウェールズの攻撃、194年や1996年の包囲にも耐えた。その要塞は、南西ウェールズのノルマンの支配する地の中心に構築され、アーノルフド・モンゴメリーは、ペンブルックの城代として、ジェラルド・ド・ウィンザーを任命した。1100年。 ウィリアム2世が急死すると、アーノルフ・ド・モンゴメリーは、1102年、ウィリアム2世の弟で、後継者のヘンリー1世に反抗し、兄のロバート・オブ・ベレームに加勢したが、反乱が失敗すると、アーノルフは追放された。ヘンリー1世は上代を指名したが、選ばれた同族者が役に立たないことがわかると、王は1102年のうちに、ジェラルドを再任した。1135年に、 ヘンリー一世が亡くなり、1138年には、オースティーブンが、ペンブルック城と白爵の位を、ギルバート・ドクレアに与えて、ペンブルックは、ノルマン人のアイルランド信仰の重要な拠点として、使用された。1189年、リチャード一世は、ギルバート・ドクレアの孫娘であるイザベルと、ウィリアム・マーシャルとの結婚を支持した。1200年、城並びに、 テンブルック博の称号を共に受けると、13世紀初頭の1201年より、ウィリアム・マーシャルは城を石材で再構築し、同時に巨大なキープを設置した。1219年に、ウィリアムが亡くなると、マーシャル家は、ウィリアムの5人の息子にそれぞれ順に引き継がれた。その3番目の息子であるギルバート・マーシャルは、1234から1241年に、 城の拡張と、さらなる強化に携わった。マーシャルの息子は皆、このないまま亡くなった。ウィリアム・ド・バランスが、ジョー・マモールとその家族に食事を振る舞う場面を描写した、展示百2 4 7年、城は、ウィリアム・マーシャルの孫娘のジョアンとの結婚により、ペンブルック博になったウィリアム・ド・バランスに継承された。ド・バランス家は70年間にわたり、ペンブルックを支配した。この間、 ペンブルックの町は防御壁に3カ所に表門、1カ所に裏門を備えて要塞化された。ペンブルック城は1277年から1295年にかけてエドワード一世による北ウェールズの征服の際にウェールズ港と戦うためのドバランスの軍用基地となった。ウィリアム・ドバランスの息子、エーマードバランスが1324年に亡くなると、城は ヘースティングス家との結婚を通して、ローレンス・ヘースティングスに引き渡された。しかし1389年、17歳のジョン・ヘースティングスが、馬上やり試合で、事故死したことで、250年にわたる一連の継承の終わりを迎えた。城に置ける後のイングランドをヘンリー7世の誕生を描いた展示ペンブルック城は、ついでオーリチャード2世に戻った。まもなく、 短期的な借地権が、その所有のために、国王より付与された。1400年には、オワイン・グリーンドゥールが、ウェールズで反乱を開始した。しかし、ペンブルックは、ジョー・マモルのフランシス・ア・コートが、グリーンドゥールに、デイン・エルドに相当する賄賂を支払ったことから、攻撃を免れた。その後、城並びに、白尺の称号が、ジャスパー・チューダーに、1454年、 イフケイのヘンリー6世より送られた。チューダーは、家父となった義理の妹、マーガレット・ボーフォートをペンブルックに連れて行くと、1457年1月28日に13歳のマーガレットは、イングランド王ヘンリー7世になる、唯一の子ヘンリー・チューダーを出産した。15世紀、ペンブルック城は、バラ戦争における1461から1462年の、 ヨーク派の勝利のうちに、エドワード4世より、ウィリアム・ハーバートに、貢献の見返りとして与えられている。1485年にヘンリー7世が即位すると、ペンブルックは再び、ジャスパー・チューダーに授与された。1495年に、チューダーが亡くなり、その後、個人の居場ではなくなったが、イングランド内戦の勃発まで、城の場所は平穏であった。しかし、 1642年からの内戦の際、南ウェールズの大部分は国王チャールズ一世の味方であったが、ペンブルックは議会に賛成の意を示した。1644年、町は王統派の部隊により包囲されたものの、議会の援軍が近隣のミルフォードヘイブ分から船で到着して救われた。議会派軍は、その後、テンビー、ハーバーフォードウエスと、 カルーの王統派の城を占領していった。1890年代のペンブルック城1648年、第2次イングランド内戦の開始に、ペンブルックの司令官、ジョン・ポイヤー大佐は、テンビー城のパウエル大佐、チェックストー城のニコラス・ケミーズと並んで王統派の反乱を先導した。議会派より派遣されたオリバー・クロムウェルが、同年5月24日、6000人の兵と共に、 ペンブルックに到着すると、2ヶ月の包囲戦の後、7月11日の降伏により、城を占領した。応答派による反乱の3人の指導者は反逆で有罪とされ、クロムウェルは城を火薬などで破壊するよう命じた。また、町の住民は要塞を解体し、その石材を核用途に再使用することが一様に奨励された。城は、その後放棄され、 石材が略奪されたことで、1880年まで廃墟のままであったことから、広告家、ジョセフコブにより、3年間の修復事業が行われた。1928年までそれ以上のことは何も、されなかったが、アイバー・フィリップス少将が城を取得すると、城壁、ゲートハウス並びに、塔の大規模な修復が開始された。彼の死後、 フィリップス家とペングルックタウン評議会により共同で城を管理するためのトラストが設立された。ありがとうございます。